勝負は決した。さてこれからが本番よ。名高つ西軍に味方した者はことごとく処分せよ。上杉毛利ら大大名も例外にあらず。は正則清正など東軍についた豊臣恩子の大名はいかがいたしましょうや。画像せよ。ただし江戸城周辺や日の本の中枢からは遠ざけるよう国替えすべし。承知つかまつった。して豊臣家は。この戦に豊臣家当主秀頼殿は関係ない。よって放任しておけばよい。ただ西軍の大名を処分すればその大名に預けていた豊臣の直轄領もおのずと減る。遅かれ早かれ豊臣方から不満は出ような。それでよしと。無論よ、わしにもう迷いはない。忠勝、これより先の険しき道も共に歩んでくれるか。愚問。ことの難に望みて引かず、引かれるまでもないこと。あいつら見てっと昔思い出すよな。三成清正とバカ騒ぎやってた頃のこと。またあの頃に戻れればよ。まあてめえでぶっ壊しといてよって話だけどよ。やっぱ俺ガチでバカだったわ。俺と清正が素直に三成に付き合いよかったんだ。家康の野郎じわじわと豊臣を追い詰めてやる。俺と清正でなんとか踏ん張ってたが、清正もとうとう死んじまって、よりによって頭悪い俺だけが残っちまった。三成、清正、そろそろガチで戦が起きる。家康がガチで豊臣を潰しにかかってる。なのに俺は大阪城に兵出すことすらできねえ。秀頼様に兵糧渡すのが精一杯でよ。笑ってくれよ三成、清正。何が豊臣を守るだ。喧嘩上等の俺が喧嘩もできねえ。これじゃ蔵に入った夢みてえなもんだ。すまねえ三成、清正。俺は今こいつらを守ることで精一杯なんだ。